マロミ、マロミ、マロちゃん、じゃーん。今日はね、ガストンルーガのカバンが新しく届きました。はい、ちょっと紹介していきたいと思いますね。はい、ちょっと開けますわな。あ、け、る、で、開け、こうか。あれ、イエイ、イエイ、あれ、イエイ、よっしゃ、よし、じゃあ開けるわな。うん、今回のカバンはね、はい、じゃーん、おー、今回はね、クラシックっていうカバンを提供いただきました。前回のママのやつとちょっと質感は違いまして、うん、ママのやつはあれはナイロン生地なのかな、うん、とレザーが入ってるな、うん、で今回のはなんていうの、こういう生地、キャンパス、キャンパス違う分からへんけど布っぽい感じ、ま、そうそうそう、まあ、そういうやつですわ、うん、ベルト式なんですけどボタンで開きます、うん、開くとパーラーもそうやったけど、うん、こういうワインレッドみたいなね、うん、色になってまして、中はノートパソコンとか入るのかな、ちっちゃめの、うんうん、でさらにこう見える、見える、ポケットもなんか2つついてるわ、うんうん、こんな感じかな、大きすぎずっていう感じだね。ポケットがいっぱいあると嬉しいよね。嬉しい、ここもなんかちっちゃい小物が入るかな、うん、そこは赤い生地じゃないの、うん、ここはね、ここ赤い、おお、ほんまや、でガストンルーガのロゴもね、ここ入ってます、うんうん、はい、おそろやな、そうやね、でここにもプレートが入ってて、ちょっと硬いやつやな、うん、ママのやつはなんか金プレートみたいな、金色やったかな、うんうん、格上そういうわけじゃない、でおそらく、あ、ほら、あったあった、ガストンルーガといえば、ね、このスウェーデンの国旗 ね、うん、これもちっちゃいアクセントになっているな、ワンポイントやね、でこれにも隠しポケットみたいなのがあって、うんうんうん、なんか IC カードとかね、うん、ちっちゃめ のスマホとかやったら入んのかな、うんうん、そんな感じになってますわ。普段僕が使ってるやつがちゃんと入るかどうか、普段ねこういうボディバッグに入れてるんですけど、うん、タブレットこれが、あ、入りきらへんな、この内ポケットには。あ、そうなん、じゃあ外バージョン、じゃあもう普通にこう入れなあかんな、うん、じゃあ財布やな、財布を入れて、うん、財布はね2つあるんです、うん、でハンカチ、おっちゃんがこういうハンカチ使ってますで丸美ちゃんのね、ちょっともう使いすぎて汚れてきましたけど、丸美ちゃんのエコバッグ、これを入れて、イヤホン、それからなんかマスクとかね、うん、目薬とか入れてるやつ、ポーチね、そうそうそう、ポーチ入れて、社員証はじゃあここに入れようかな、うん、ちょうどいいね、ここに、で、まあ、まあそんなもんか、ちょっと細々したもんはあるけど、うん、マスクにシュッてするやつとかね、うん、リップとか、うんうん、まあ入れるんだったらここに入れてもいいよね、よいしょ、ここチャックやから小物にはいいかもしれんね、ティッシュとかね、そうやね、はい、パコパコ、うん、ちゃんも聞いてくれてんのね、キュッと絞って、うん、よいしょ、はい、あれ大きさ的には十分入る、ね、そうやね、ちょうどいいんじゃない、うんうん、パンパンになりすぎず、うんうん、あ、でね、 GoPro とかね、うん、今ここについてるけど、マイクとか、うん、そういうのを持っていくときもあるんで、それもちょっと入れとこうかな、はい、ちょっと待ってよ、ちょっと入れ直す、よいしょ、こんな感じかな、はい、こんな感じで、うん、まだ余裕ある感じね、うん、決して大きめのリュックじゃないんで、うん、大きいノートパソコンとかは入らへんけど、うんうん、はい、いいんじゃない、ママのやつちょっと見して、ママのもね、また全然違ったタイプで、サイズ感合わせやからこういう感じだね、うんうん、
こっちがパーランっていう種類で、そう、こっちがクラシック。クラシック。クラシックはカラバリ結構いろいろあって、うん、まあ、ベルトの色が違ったりとかね、うん、ここがあの茶色いやつとかいろいろあるんで、うん、またよかったら見てみてください。これこの間ママね、ワンワンマルシェに使ったりとか、うんうん、結構割とちょっとお出かけしよっかっていう時にみんな使ったりするね、うん、そうなの、まあ、ママが使ってもいいんじゃない、うん、一緒に使おうぜ、まあ、今日はこれ2つやから2人で背負って、うん、でマロミ連れてちょっとだけお散歩行こうか、うん、なマロミ、まあちゃん行こうか、行こうか、行こうか、お散歩行こうか、うん、うん、うん、パパがおしゃれじゃない、うん、うまいな、まっちゃん、ちゃん美味しそうだね。おたる？たら？やだ飲みたい。甘いな。パテパテ。はい、はい、到着、はい。あ、やっぱさっきんとこか。そうか。な。綺麗。あっち。いい天気やね、今日はね、出かけ日和やな、な、うん、まあ、ちゃん、ここ2回目ちゃうか、そうやな、覚えてる、まなみ、あの時結構、パピーちゃんの時やったんじゃん、うん、ここが風緑の館じゃないね、ね、見えるかな、うん、あれ上がってみる、上がるの、神戸市内が一望できる境内って書いてあるから頑張って上がろう、マロミ歩いてくれる、マちゃんいけるかな、バグルマモチューね、頑張った人もるよ、マロミ先生離脱しました、今やったらいけるんちゃう、行け行こう、行け、よし頑張れ、ママがついてるか、マロミ頑張れ、あで、あーしんどい、行け行け、じゃあね、一番上にしよう、はい、はい、お願いします、かわいらしい、マロミちゃんです、マロミ怖かった、マロちゃん、マロちゃんです、ですか、いいですよ、マロミちゃん入ってもいいでしょうかここ蜂蜜紅茶売ってるよね、うん、これマロミちゃんマグカップを買ってくれた人にはおまけで入れてるもんな、そう、めちゃめちゃ美味しいね、そう、もうぜひ飲んでほしい、うん、な送って飲んでくれた人みんな喜んでくれた、うん、テイクアウトできるんだって、あ、そうなんだ、
吸い込まれるようにお客さんが入っていくな、はい、ほらどんどん入っていくよ。ママ、まあ、今蜂蜜紅茶買ったからね、ちょっと待とこうね。なはい、買ってきました。おい、ギラギラよ、うん、ラメラメ熱そう、うん、気つけて。